はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、ファットライダーです。今日はですね、今一人でですね、道志道を走ってるんですが、何をしに行くかというとですね、ソロキャンです。で、今どこに向かってるかというとですね、サイコに向かっております。サイコの紅葉台キャンプ場というね、キャンプ場があるので、そちらに今向かっております。先にね、設営してからね、ちょっと近くを回りたいなというふうにね思います。さあ、今日も元気に楽しく行ってみよう。ちょうどですね、1ヶ月前ぐらいにですね、福島にソロキャンプツーリングしてきて、ちょっとね、バンダイアズマスカイラインとか他のところね、見たくてね、走りに行ったんですが、ソロキャンプね、ハマっちゃいました。すごく楽しいですね。一人なんですが、まあ、別に寂しいわけではないんですが、何も考えないでぼーっとしている時間がとても幸せに感じますね。いやー、初めてよかった。それぐらいね、気持ちいいですね。いやー、天気晴れてよかったな。お、富士山やば。富士山がすごい綺麗。ちょっと山中湖に行って富士山ちょっと見に行きたいと思います。さあ、この森を抜けた先に見える景色は、じゃじゃーん、めっちゃ綺麗。なにこの富士山、すっげー綺麗。やば、めちゃくちゃ綺麗。いや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 、あら、すごい綺麗。ちょっと写真撮りたいと思います。はい、山中湖に到着しました。見てください、この景色、これはやばいな。いやー、すげえ綺麗。天気がいいな、綺麗だな。いやー、富士山めちゃくちゃ綺麗ですね。これは半端ないな、やばいぐらい綺麗。いやー、天気に恵まれてよかったな。気持ちいいね。よし、行こう。はい、それではですね、せっかく山中湖の近くまで来たので、お水が綺麗な湖がありますので、そちらをねちょっとね見に行きたいなというふうにね思います。思います、思います。忍野八海、皆さん聞いたことありますかね。忍野八海というねところにちょっと行ってみたいなというふうにね思います。湖がたくさんあって、それぞれの湖が湧き水であったり、まあ、すごく透明感があるお水であったり、そういうのをねちょっとね見に行きたいなというふうにね思います。はい、到着しましたので、ちょっと見ていきたいと思います。はい、忍野八海に到着しましたので、ちょっと見に行きましょう。富士山綺麗だね。ちょっと待っててね、行ってきます。はい、今ですね、忍野八海見てきました。すっごい綺麗です。水もめちゃくちゃ冷たくて、透明感が半端なくて、天気も良かったせいもあるんですが、すごい綺麗ですね。モネの池とかいろいろな綺麗な池があるかと思うんですが、ここの忍野八海もね、すごい綺麗でしたね。いやー、見ていて気持ちよかったですね。1時間半ぐらい湖、小さな池ですがね、それを、ね、眺めることができましたね。いや、よかった、気持ちよかったな。よし、それではですね、今日お世話になるキャンプ場にちょっと向かいたいなというふうに思います。